おいバカやめろ、カジュアルマッチだからって書道かぶせすぎだろ。マッチ広いんだからもう少し命大事にしろや。僕が入り口に詰まってて笑った。ほらポップコーンあげるからこれ持ってお帰り。こっちはこっちでなんかちちょくり合ってるぞ。アーマース予想で笑った。ゲストマジで何のゲームだよこれ。60人で生き残りをかけて迫り来る危険エリアから逃げつつ生存戦略の限りを尽くすゲームだって聞いてたんですけどね。ただの乱闘ゲームになり下がってるが、なんかコールオブデューティーも発売されたらしいのに乱闘具合が悪化してるんだよな。乱闘好きはコールオブデューティー行くイメージなんだけどね。ほらポップコーン持ってコールオブデューティーの森へお帰り。時間が伸びただけなのにこれ強くなったよな。意外とうっとうしいですよね。チューズのアビリティというか視野もここにいた気がした。ロアップねー。ロングボーをイングマンと勘違いしてない。ロングとセンチは ADS の遅いイングマンですよ。まだもうストリーグっぽいな。いやもうアーマーぐらい交換させてくれ。ピースキーパーすえ調子に乗るなよ。だからイングマンかよって。誰この人というかここにして紫アーマーは古い。あと40ダメージだったんだけどな。この距離この格差ロングで勝てるかよ。ほんとマジ初動ある程度早く降りないと敵と合わないし、敵と合わないと最終的にアーマー差ついて負けるし、初動を制せないクソエイムたちには辛い環境になりましたね。まあ進化アーマーってそういうシステムだしな。ですが皆さんあんまり意識してないと思うんですけど、実は新マップだとランクマッチでも使えるレベルのアーマーをめちゃくちゃ育てられる裏技があるの知ってますか？昔お前が素手のクリプトでレプリケーターを使ってアーマーを白から赤まで育ててた動画あったな。今の環境だとあの時より必要数値が伸びたはずなんですが、実はこの養殖場というポイントでアーマーの養殖ができるんですよ。必ずチャージライフルが落ちててチクチク上げられるとか。まさかカーニバル。そんなお祭りは存在しない。実はここで肝になるのはみんなから不老爆発中の野生生物なんですよね。特にクラウラーが鬱陶しいってプロたちも怒ってるよな。あいつらを撃つとアーマーの強化値が上がっていくって知ってます？よっぽど初心者でもない限り知ってるわな。その数値まで知ってますか？実はクモ1匹10ポイント、プラウラ1匹30ポイントぐらいなんですが、こちら邪魔も何もしてこないのであまり話題にならないフライヤーさん。昔からキングスキャニオンにいるよな。ってちょっと待て、1匹で100近く稼いでないか？やばいでしょ。しかもこいつのデスボックスからも結構いいアイテム出るんですよ。味方2人も紫まで進化させて。あれは地面に落ちてたらしいです。撮影師より強運ではろた。まあ私はアーマーなんか落ちてなくてもね、白から紫まで育てられるぞってとこを視聴者の皆さんにしかとお見せしていかないとダメだもんな。あとはこのフライヤー養殖ちょっとコツがあるんですよ。ただフライヤー打つだけだよな。そう思うでしょ。クモ10、プラウラ30、フライヤー100、フライヤーだけ異常にアーマー強化値高すぎると思いません？というか厳密にはぴったり100じゃないよな。2匹目ちょっと少なくなかったか？そうなんです。そこがコツの部分に繋がるんですが、なんとこのフライヤー死んだ後ちょっと当たり判定残るんですよ。まあタバブですか。なのでコツっていうのは死んだ後もしばらく弾を当て続けること。3枚目の紫アーマー落ちてたらしいぞ。撮影の邪魔すんなバカ。この養殖場自体も結構アイテム美味しいイメージだな。まあここまで運いいことはなかなかないですけどね。とにかくこうやって大量のフライヤーが生息していることが多いので、1回で打ち切らないように途中でリロード挟んで死んだ後もしばらく死体に弾をぶち込み続ける。今の見てたら30ぐらい余分に稼いでたわ。実際のフライヤーの設定値は70なんだと思います。まあそれなら他の2種類と比べても確かに順当な食え方か。フライヤーは他の2種類に比べてドロップがしょぼめだしな。こんな感じであっという間にフライヤーだけで紫色です。フライヤーのデスボックスからもかなりの確率で青アーマーなんかが出るので、マジで養殖場はマップの隅っこにありながら掃除類の養殖がめちゃくちゃしやすいです。移動に関しても近場に2台もトライデントがあるので安心。こうしてレプリケーターがあることもあると、レプリケーターまであるともはやボーナスタイムですね。白からでこれだから落ちてた紫を素直に育ててたらすでにほぼほぼ赤アーマー完成です。あと養殖場は近場にプラウラーやクモの巣も結構あるんですよ。ここでさらにアーマー1コマゴマとした回復、弾の補充か、アタッチメントも美味しいですよね。うざいうざいと上級者からは嫌われがちなモブですが、それもそのはず、実はこいつら初心者中級者救済措置なんですよね。初心者中級者は上級者の言うことを祈りにしすぎと。本当私みたいに敵に弾当てるの下手でアーマーが弱いままボコボコにされるぐらいなら、こうして多少ガス吸いながらでもアーマーを強化してから最終決戦に挑んだ方がまだ可能性ありますよね。ほんといろいろアタッチメントとか出るよな。アタッチメントの内容に関しては雲が一番熱いイメージですね。プラウラーは単純に1匹30強化値がうまいです。いやはやほんと近場にモンスターの巣が密集してるわ。エリアの隅っこなのでランクマッチでも使える戦法というか、実際私はランクマッチの序盤はこうして
ファーミングしてます。養殖場で敵と一回当たることはままありますが、それ以上はなかなかないですし、まあ基本的にはアワーアーマーぐらいは地面で拾ってそこから強化していくので、全員紫以上、必要なアタッチメントは一通りって感じには仕上がりますね。普通にしょっぱいところだと、2名青、1名白、アタッチメント歯抜け、こんな初動は結構ザラだもんな。まあこのモンスターシステム、競技性が高いかと言われると、正直高くないと思うので、ランクマッチにはいらなかった。私もそう思います。ただまあご覧の通り、まだゼロダメージにもかかわらず、次の雲ポイントで白アーマーから赤アーマーまで、簡単に育てることができましたね。養殖場スタート恐るべしだな。このマップ、何箇所か紫アーマー確定枠とかあるらしいので、そういう場所はもたたきと競合しがちですが、うまいことマップの外周を使って、アーマーファーミングのルートを構築することができれば、かなり安全に紫アーマーや、その他の物資を集めることができるマップなんですね。雲はマジでアタッチメントうまいな。最強ランページ完成しちゃいましたね。これで最強のアーマーに最強の武器、この物資なら最終決戦も勝てるに違いない。まあ負けたんですけどね。負けるんかい。こんだけやって負けるんかい。他の人チャンネルですからね。これで勝てるクソエイムなら苦労しないってね。まあなんだかんだ一番完成度高いマップは、ワールズエッジで間違いないと思うんですが、ワールズエッジは何がそんなにいいんですかね？建物の構造じゃないか？やっぱちゃんと守りやすい建物、守りにくい建物がはっきりしてるというか、キングスキャニオンの建物は、壁に穴が開きすぎなんだよ。オリンパスは、移動可能なルートが絞られすぎてて、そのジョイント部分で戦闘が無限に発生しちゃうのがストレス。広さの割に狭いイメージを持つんだよな。今回の新マップは広すぎますしね。難しい。どこで戦闘が起こった、どこでデスが発生したみたいな、ヒートマップを運営が持ってるはずなんだから、それをベースにマップを開発すればいいと思うんだがな。けどマップ回収系の後ではヒートマップ参考にしてそうですよね。あんまり戦闘が起こってない場所とか、あまりにも起こってる場所を回収してアイテム廃棄したり、フラグメントみたいに分断したり、新マップ作成段階でもそういうノウハウが活かしてもらえると、もっと新マップ追加にワクワクできるんだがな。どうもゲーム性よりもストーリー性を重視してマップ作りすぎな節がある。ここの開発の人たちは、タイタンフォール3の作りたさが、にじみ出まくってますからね。実際、予算が足りなくてストーリーじゃなくバトロワを、作ることになったんじゃないかなと思うぐらいには、レジェンド同士のストーリー補完を必死にやってるよな。これだけエイペックスが流行ったらタイタンフォールの新作も期待ができますね。タイタン2から、エイペックスに繋がるまでのシナリオ、ぜひ見てみたいところだな。まあ私タイタン2は画面酔いしまくりで、序盤のプレハブハウスが横向きに宙吊りになったあたりでギブしましたが、アンハン期間ほんと弱いよね。脳みそが上下左右混乱しちゃうと余計に酔うんですよね。絶対分かってくれるリスナーさんいるはず。フラグメント回収も斜めになってる建物少なくてよかった。横倒しになった建物で戦闘とかになったら、最終エリアにでも指定されない限り絶対行きたくないですね。しかしまあほんと一生ここで戦闘起こってるよな。アッシュが追加されてからデスボックスの分布を見ることが増えましたけど、バトロワってなんだっけってなるような死体の山。カジュアルマッチだけだろうけどな、ゴールドやプラチナあたりのランクマッチ、いわゆるプレイヤーのボリュームゾーンにもなってくるとマシなんじゃないか。前のスプリットあたりから真面目にランク回してないからわかんないですけど、カジュアルマッチは本当に人が集まってる場所に行かないと最終決戦までお散歩ゲームに早変わりですからね。カジュアルマッチでダブハン爪痕取ってる人すごすぎますよ。無限に人が集まってる場所で他の人が倒すより先に倒さないといけないもんな。普通は生き残るだけで精一杯ですからね。昔よりも本当に取得難易度が上がったと思うわ。ハイドマスターの私相手にハイドを挑むとは100年早かったですね。見えてもないのに迷わず稼働クリアしてたもんな。あの直線の通路で急に消えられるわけないですからね。散々遊んだフラグメントともお別れの時間。エリア来てるのにいつまで遊んでんだお前ら。移動したくないとダダをこねる敵が来たぞ。さすがに無謀すぎるでしょうが、楽しくなりすぎちまったんだよ。取り残されたオクタンも困ってるじゃん。ノリノリで狙撃してるけど、我々の攻撃よりもガスダメージの方が痛いわ。いやほんとどっちでもいいから当てろよ。今更逃げようとしても遅いからな。絶対爆散させてくれるわ。敵じゃなくて全部自分に当たってる。思ったよりも痛いよね。アルティメットで捕まえたオクタンは無事倒したようで、なんか敵からダメージもらってないのに HP 半分だわ。ほんと何やってんのお前。このヒーズのグレネード投射機能、いらんと思うようになってきた。赤い慣れてない感じがすごいするわ。まあいつだかのアップデでオフにできるようになったし、みんな基本はオフで使ってるんじゃないの？個人的にヒューズはもう少し改良してほしいですね。アルティメットも内側にいる敵が映るようになったじゃん。建物の中にいるやつも映るの強いんですけど、なんかバグか仕様か表示されないことが結構あって、単純に信用できないんですよね。あと狙いつけづらいし。まあ確かに落下地点わかりにくいよな。岩の裏に隠れても無駄無駄。投射機2倍のナックルクラス
スターをお見舞いしますよ。今回の試合、結構ナッキルクラスターでダウン取れてるな。効果時間2倍になって、こういう射兵の少ない場所での戦いで、強さを実感できるようになりましたね。やっぱダメージ出せる系のアビリティの中では、飛び抜けて与えるダメージ多いですから。アッシュもアッツネアもアーマー20、肉ダメージ10だもんな。強化してほしいとは言いましたけど、使いこなしてるヒューズは、すでに結構脅威なのかもしれません。最近だとランクマッチでもちらほら出てきてるし、ランページ LMG が再評価されてるじゃん。もう少しテルミットチャージの効果時間伸びない？投げ物をたくさん持てるヒューズの利用価値が、相対的に上がってきてるのかもしれないな。これはやはり、汗ダブルランページ弾幕動画をだな。チャージ面倒で依頼ランページ待ったなしなんですが、なんか敵のブラックマーケットからクレーバー抜けたわ。やっぱブラックマーケット放置するのは良くないよな。最後に買い物した人が責任持って破壊しないとダメだわ。今前方にいる敵が置いたマーケットなんですかね。次のエリアは相手側か、待たれてたな。とはいえ、いくらでもエリア入るルートあるしな。いくらなんでも人数減るの早すぎるんですよ。攻撃当てた味方の情報だと、相手は青アーマーと白アーマーらしいですよ。もしかしてこれが相手にとっての最初の敵なのか。やっぱり新マップのモンスター利用したアーマーファームは、初心者の味方ってわけですね。ちなみに今ワンダウン取ったんですが、なぜか他の二人が爆速でロビーに戻ったことにより、チャンピオンとなってしまいました。ダウンも取られてないのに、最近ロビー戻りがち勢が増えたイメージです。相手にとってのこの試合は一体何だったんだ。といったところで、若干消化不良感はありますが、今回の動画はここまで、ぜひ残りのランクシーズンを、良きアーマー養殖ライフをお過ごしください。ご視聴、ありがとうございました。